セビリアーな作品7は、エドワード・エルガーが1884年に作曲した、還元楽曲。この曲の作曲当時、エルガーは26歳の青年で、ヘレン・ウィーバーとの婚約が、破談になったばかりであった。エルガーにバイオリンを教えていたアドルフ・ポリッツァーが、指揮者のアウグスト・マンスに楽譜を見せると、マンスは1884年5月12日に、 水晶宮で行われたコンサートでこの曲を演奏した。これは同年5月1日にウスター大聖堂の聖堂オルガニストだったウィリアム・ダンの指揮によりウスターフィルハーモニック協会で曲が初演されたすぐ後のことであった。エルガーにとってこの曲がロンドンで紹介された自作の還元楽曲第1号となった。初半譜はタクウッドから 1889年の作曲者自身による改訂譜は1895年にアスカーバーグから出版された。曲はバーミンガム音楽祭で指揮者を務めていた W.C. ストックリーへと検定されている。約5分フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、コルネットに、トロンボーンに、バストロンボーン、チューバー、 打楽器、言語部。アレグロモデラートさん、八拍子と、単調スペインのセビジャーナスの舞踏のリズムで始まる。簡潔な導入の後、フレイ1の主題が、バイオリンに出される。フレイ1普天のリズムによる、小結尾を経て、と長長となり、優美な旋律が奏でられる。フレイ2二長長の陽気なエピソードが続き、活気に満ちて進む。フレフレフレを用いて、 しばし展開されると、普天のリズムが顔を覗かせ、フレイ1の再現となる。コーダではコンフォーコで、フレイ2が出されると、プレストで、フレイ1も続き、速いテンポの中で畳みかけるように曲を閉じる。注釈出典、ありがとうございます。